皆さんこんにちは。私はアメリカから参りましたカナブランと申します。選んだ回は1回の回で、スピーチのタイトルは偏見を超えて理解し合うということです。どうぞよろしくお願いいたします。この世界の歴史はとても長いです。良いこともありましたが、戦争や個人の格差などのせいで良いことは多かったと思います。しかし、その悪いことの原因を理解できれば、この世界を改善することができると信じています。過去のひどいことを忘れるべきではありません。それに苦労した人の経験が分かれば、現在にも生かすことができます。例えば、第二次世界大戦は大変ひどい時代でした。私はもちろん体験しませんが、私の祖父の経験からたくさん学ぶことがあります。祖父はアメリカで育った日系人で、付属の二人兄弟の兄でした。付属の長男であるという理由で、医者になるために日本に来ることができました。祖父の弟はアメリカに残って薬局を自分で経営しました。第二次世界大戦の前はこのような状況でしたが、戦争が始まってからこの二人の兄弟の環境は大きく変わりました。第二次世界大戦が始まると、日本に住んでいた祖父はアメリカ人だという理由で、日本人は彼をあまり信用しませんでした。そればかりか、アメリカに帰ることもできなかったので、帰国できる機会が来るまでに日本で待ちました。帰国できた時は戦争が終わってから数年以上経っていました。一方、祖父の弟の戦中体験は祖父のより広かったらしいです。というのは、日本との太平洋戦争が始まってからアメリカに住んでいた弟は、薬局と家を全て失って、収容所、つまり日系人だけ集めた場所に行かされることになりました。このような理由で、祖父が日本からアメリカに戻ってきたときに、兄弟は喧嘩して、その後亡くなるまで お互いに無視し合いました。本当に気の毒なのではないでしょうか。痛くありませんが、祖父の話よりもっとひどいこともあったかもしれません。最近、国際的なテロや悪意などが毎日耳に入ってます。偏見によって関係がない人を傷つけることは簡単です。だからこそ、今は偏見に気をつけることが特に大切だと思います。歴史や最近の実験を見て、偏見は良くないことだと分かりますが、止めるためにはどうすればいいのでしょうか。皆さんは他の人を見るとき、アメリカ人、ドイツ人というように見ますか。それともクリスチャン、ムスリムというように見ますか。こういう考え方はニュースにすれば便利ですが、偏見だと思います。なぜなら、ある人の国籍や宗教で考えるのは、人間から物に変えることだからです。同じ国の人でも皆それぞれ違いますが、人を国籍や宗教で考えると、個人が消えて集団のものになります。それに、人間のものとして見れば、ひどいことはもっとしやすくなります。人間ではなくなったために、第二次世界大戦の民の時、祖父が苦労しました。人間ではなくてアメリカ人として見られたというわけです。他の人を物として考えずに、
個人の人間として理解できれば、国際関係や社会の様子をよく理解できると思います。毎日毎日この世界がどんどん小さくなっています。だからこそ偏見をなくして、他の人を個人の人間として理解すれば、この世界の未来を明るくできると信じます。以上です。聞いていただいてありがとうございました。